おはようございます。マイハウス、あれから1週間どうなっている？あ、変わらずサメの歯のようになってます。今日はこれを、紙の袋を取る。これさ、風で飛ばないようにって言うけど、ハウスがっちりしてるのに風なんか飛ばないじゃんね。いや、文句言っちゃいけないんですよ。5時半です。はい、スイカの帽子です。これ取る。本当スイカの帽子だ。そうです。はいはい、天才塩の屋さん、今日も元気です。スイカの帽子だ。私は古い萩原の帽子です。 ありがとうございます。全然5時半だと暑くないの。あれ嘘じゃないよ、強がり言ってないよ。こうして、ピンを外して、ピンはこっち、キャット出てきました。 あれは先生が一番最初にやったやつは、問題は次のやつですよ。いきますよ、次のやつ。あれが多分死んでるだろうという私の、生きているし立っています。かろうじて生きてましたね。だから言ったでしょ、大丈夫だって。じゃあこの調子で撮っていきます。こんな感じで。はい、終わりました。あっという間です。今日は若い方も来てくださったので、あっという間に順調に見えるでしょ。でもね、やっぱりね、すごい差がありますね。このように、やはり私がほら最初倒れてるとか言ったやつ、どうですか。ちょぼっとしてますね。かと思えばこのようにほら、たわわに来てるやつが、でこれまたあとちょっとしたらこれがビヨーっと伸びていくので、この先のところをこうつまむっていう摘心というやつをやるそうですよ。これになったらもう大変ですよ。今まだ7時前なんですけど、あ、全然6時も前。今6時前です。まだ6時前だって。早い。じゃあ帰ります。おはようございます。あとまた5時半です。さあ先生、今日は何を？あのスイカの芯を詰めます。摘心っていう作業です。あ、結構育ってるじゃないですか。はい、ここに成長点があるんで、むむむ、これ成長点、うん、これを取ります。ちょうど今、はい、ちょうど今手がかぶってて見えませんでしたけど。じゃあこっちでいきましょうか。ちょっと待って。はい、どうぞ。ここに成長点があるんで、うん、この芯をなんか美味しそうなとこ取っちゃうんですね。はい、そうするとここにある枝が太く揃って生えてくるんで、これも枝です。そんな小さなのが枝なの？これ枝です。はい、わかりました。ちょっと取ったやつを、こんなやつを、なんかこれでも愛おしいのにね、もったいないけどね。美味しそうだね、これね。まあ食べないけどね。じゃあ、またやっていきまーす。ちょこちょこ取っていけばいいんですね。そうです。で、これはちょっと小さいから取りません。これは私が植えたやつが小さいから取れません。はい、わかりました。つま縄だったらこれで、はい、ここをこれ芯なんで、この成長点をあれプチンと、でも爪でいいんでしょ。爪の方が本当は早いんで。わかりました。あ、じゃあキャッパー課長、一緒に教えてってよ。先生大変、先生課長、先生大変です。課長何やってんだよ。先生、2個あるやつはどうするんですか。ここら、ほら2つ、ここにもある。これ3本ですよ、これ、うん、1本、2本、これはどうすんので、これが本線の成長点なんで、うん、本線だけ取るの。そう、本線だけ取ります。わかりました。これはおひたしでも食べられないね。めっちゃ柔らかくてうまそうだね。これ取りません。はい、さすがに食べたことない。これはこれだ。そうですこうだ。そうです、そんでいいです。もっと、いや、そんで大丈夫です。でも捨てちゃえばいいです。え、捨てちゃう、捨てちゃっていいです。もうどうせカリカリに枯れちゃうんで。ほんと、うん、どんどん落としちゃって平気です。これはこっちかな。ダメ。そうです、ここで、そうです、それダメって言われます。ダメダメって言われます。枝だもん、枝、うん、それ大事なやつだから。はい、じゃあやってみます。よし、じゃあいか、うん、教えてあげて。自分はキャップやってきました。みんな間違えちゃダメよ。2つ出てるやつは長い方だからね。うん、ゆうちゃん、ちょっと俺次の仕事準備してから、見て、ほら、じゃあ先生が、指導の先生が見ますよ。長い方だね。あ、じゃあすいません、じゃあ。そうです、何でもいいから芯止めてください。秋元部長に、理事に。そうです、そうです。
うん。まだ6時前です。またもや、またもやみんなが助けてくれたんで、あっという間に終わっちゃいました。助っ人が多すぎるんだよ。助っ人がね、いっぱい来てくれ。これも今日、富里のシャツ着てきたんです。あー、気持ちいい。外気持ちいい。はい、今日のメンバーです。今日のメンバー。ほら、同じの着てる人がいるでしょ。ほら、また、ゆうじろうが。あ、その背中ちょっと映してください。何ですか、これは。これはどういうことですか2018年。クリコさんもそうだよ。私もそう。そう富里。そう。18年。の、18年の時の記念のやつ。記念のやつ。おこの黄色は何ですか黄色は。今年です。なんで私は今年もらえなかったのこれはここだけ。はい、黄色です。はい、黄色です。今日はこのメンバーで頑張りました。今日が7月29日です。肉の日です。7月の肉の日。このぐらい育ちました。やったメンバーはこのメンバーです。ありがとうございました。クリちゃん絶対ね、後ろ向いちゃうのよね。ダブルクリちゃん。私のはこっちなんですけど、まだ全然こういう感じで、まあ、9月の後半を目指してるんですけど、これに焦点があっちゃった。こっちはもうあと 2,3 日で取ろうとしてるやつ、結構ボコボコになってますのよ。で、びっくり、ここになんと木になる感じで、なんてかわいい。これは食べられるようになるのかな。あ、なるかも。ちゃんとしてる。面白い。このまま行ってほしい。全部スイカだよ。はい、ということで帰ってまいりました。ありがとうございました。なんかもう回を重ねるごとにいろんな方に参加していただいてありがとうございます。まさかの、高山常務、裕次郎、まつげ長い。同じ。私も、クニコのシャツとかいろいろ着るものはあるんですけど、いただいたからなと思って着たんですよ。で、早く着いたからと思って、近くの富里のコンビニに行ったら、同じピンク色の、って、ちょっとね、やっぱチームワークできてきたかなっていう感じがありますけど、ありがとうございます。こっからが早いそうですね。こう、先を積んだ。夏ね、暑いんだって今年。まあ分かってますよね。みんな暑いですよね。で、どん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 伸びちゃうかもしれないということで、9月25日に食べようとしてるんですけど、抑えで少し遅らしたものも隣のレーンに、実は植えているんですね。少しって言っても1週間ぐらいなんだけど、でも9月25日に合わせるとなってさ、1週間、人生からの1週間考えればさ、短いけどさ、そこ大切なのよ、すごく。やっぱ美味しい状態で食べたいですもんね。すごくデリケートで、もうね、暑いからじゅわーっと行くんだって、ぶわーって。で、そっから黄色い花が咲いたら、蜂に受粉してもらうんだけど、ダメだったらもう手ですよね。受粉すると、これもう理科で習いましたよね。で、実がなるんですよ。この実がぷわーって素晴らしいよね。土と水と太陽でぷわーっ、はー、早く食べたいね、いうことなんです。だからちょっと、7月までのこの6月30日からのペースとはちょっと違くて、頻繁に皆さんにもご報告がいくかもしれません。ということです。それからまた合わせまして、第1回スイカサミットの方を参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。じゃあ、モノマネをして終わりたいと思いますが、では、プロレスラー、長州力さん。長州力さんが、
ラーメン屋さんで聞かれました。長州さん、ラーメンの上に乗ってるそれはチャーシューです。チャーシューです。苦しい。長州さん、スイカ好きかな。ごちそうしたいです。はい、そういうことでございました。やっぱね、3時起きってきついですけどね。7月終わりました。8月頑張れるか。頑張ります。頑張ります。